どうも、いいです。というわけで本日はですね、以前動画アップロードさせていただきました、竜の涙で見ることができる場所を、欅の世界で聖地巡礼をしてみようっていうね、こちらの動画なんですが、ありがたいことにですね、非常に多くの方から、たくさんのね、コメントをいただきました。実際ね、僕が見つけることができなかった場所、ここじゃないですかとか、今はもうないんだけど、ここでしたよとか、結構ね、いろいろ教えていただきまして、非常にね、勉強になりました。で、今回はですね、ちょっとコメントにもあったんですけど、ブレマイで同じ場所を聖地巡礼したら、また何かね、違う発見があるのかなっていうことで、今日はね、ちょっとブレワイの世界に来ました。なので、ちょっと皆さんから教えてもらったコメントとかも読みつつ、同じ場所をちょっと巡ってみようかなと思います。ということで、じゃあまず、04番のムービーの場所ですね。ここ。もう、ブレワイといえばここよ。ゼルダが、ハイラル建国の時代に来て、ラウルとソニアとその後ね、すぐ3人でここに来てましたよね。ここで景色を眺めてるシーンになるんですけど、そう、03番。ここはイズコのムービーの場所がね、結構皆さんいろいろ考察してくださっていたんですが、この精霊の森付近であることには間違いなさそうなんですよね。ただ、04番のムービーでもですね、一瞬、この画角で、ハイラルのね、広い範囲が結構映るんですけど、ブレワイの今と比べてみてもね、だいぶ地形が違いますよね。ブレワイだとね、このリンクが見てる先には、巨大樹、もう今はね、ちょっと倒れちゃってますけど、があったりとか、ここにも、これは人為的に作られたものなのかな？ちょっとわからないけど、こういうものがね、見えたりするんですけど、ムービーの方では、そういうのを確認できないかな。ただね、昔は、この奥まで、バーってね、木が広がってるんだね。今あの辺とか結構ハゲてるけど、っていうので、この精霊の森付近はね、特に地形とか多少変わっちゃっているので、全く同じ場所を探すのはね、ちょっと難しいっていう感じでしたね。皆さんの考察的にも。ということで、じゃあ次ですね、6番のムービーの場所、ガノンドルフが立っていた場所ですね、向かいたいと思います。で、場所的には、ここだね、ゲルドコーチのこの辺りです。行きましょうか。さあ、ということで、到着しました。ありましたね、ちゃんと。あった。おいおいおい。そう、ちょっとね、ムービー見るとわかるんですけど、多少形が昔と比べると違うんですけど、ちゃんとありましたね。ただ、コログがいるとかはないかな。特に何かが仕込まれてるとかいうことはなさそうだけど、あの辺ですよね。あの奥から、モルジーの大軍がめちゃくちゃ攻め入ってきて、あそこに向かっていくと。で、この場所に関してね、結構面白いコメントが1個あって、それが、ムービーを見る限りだと、ちょうどこのワモダイの祠と、トゥミン家の祠がある場所が、映像だと、祠。ティアキンだと、深穴に変わってたんですけど、ブレワイだと、祠なんだよね。そう、祠がある。で、なんと、ティアキンで、この始まりの大地にある深穴を見てみると、全部で4つあるんですけど、それが、すべて、このマオーヌの祠、ジャーバシフの祠、ワモダイの祠、トゥミン家の祠っていう感じで、ここの4つが全部深穴で、今紹介した祠は、すべてパラセールを入手するまでにやらなきゃいけない、あの4つの祠の場所なんですよね。が、ティアキンだとすべて祠になってるっていう。これはリスナーさんに教えてもらったんですけど、すごい本当だ。もう全然気づかなかった。いや、これは本当にいつも言えることなんだけど、リスナーさんね、本当にみんな詳しすぎるんだよね。すごい。本当にすごい。だから楽しいんだよね。こういう動画撮ってて、コメントでみんないっぱい教えてくれるから、いや、本当にいつもありがとうございます。てなわけで、ちゃんとありましたね。この06番の聖地。なんかいんな、あいつ。ということで、じゃあ次行きましょうか。次は、ソニアとお茶したところですね。向かいたいと思います。ティアキンで僕が行った場所は、ここだね。小物池。で、コメントを見る限りでも、ここで合ってるっぽかったので、良かった。さあ、ということで、到着しました。ここですね。ちょっと待っておい、岩ロックいんのかよ。待って。急すぎるって結構。痛い。で、ティアキンだとね、この場所にちなみにコログがいたんですよね。コログいたんだけど、ブレワイは岩ロックっぽい。お前なんてとこにいんだよ、ここ。窮屈すぎんここ。そうなんだ。でも、あれだね。ティアキンもブレワイも、この場所には何らかの仕掛けがあるというか、何かある場所ではあるんだね。で、ティアキンの時にね、僕がここだと思った理由の一つに、双子山が映像の方では映ってた。けど、映像の双子山は割れてないから、あれが本当に双子山だったのかわからない。今はね、双子山がばっくり割れちゃってるんで、あれが双子山だったら、おそらくここだろう、みたいな話を、一応したんですけど、それについてもね、結構皆さんいろいろ教えてくれました。で、どうやら、ブレワイで、その双子山に関する情報を教えてくれるね、人がいるみたいなので、ちょっと後で会いに行こうか。で、周り見るとどうだろう。あるね、もっこりした、あれは岩なのか木なのかよくわかんないけど、もっこりしたのはあって、同じようにね、白樺が生えてて、なんか周りにあったりするかな？柱とかさ、特にはないか、なさそうだね。そして、この目の前の、ここは、相変わらず、小諸駐屯地跡かな？きっと。そうだね。そこには特に変化はなくてって感じかな。じゃあちょっとその、双子山に関する情報を知ってる方、会いに行きましょうか。その方はですね、レイクサイドウマヤドにいる方らしい。レイクサイドウマヤドってどこだっけ？あ、ここだ。ここにいる方らしいですね。行ってみましょう。名前が、宗平っていう方らしい。宗平さん。宗平さんいませんか？宗平さん。テリー、ちょうど帳簿の時間だ、今。ちょうど帳簿の時間。宗平さん。このおじいちゃんかな？あ、宗平さんいた！おじいちゃんだ！ワンちゃん、地図持ってるか？持ってる。だったらここから北に双子山ってのが載ってるだろう。あそこ昔は一つの山だったらしいけど、龍神様が山を叩き割って通り道を作ったからあんな形になったって伝説があるんだぜ。うわ、ほんとじゃん。本当に教えてくれたわ。すごっ。龍神様が山を叩き割ったんだ。お、ここフロリア湖でも水面に映る大きな影を見たって噂があるし、どこまで本当なんだろうな。ということで、これ教えてくださった方本当にありがとうございました。でもこれでちょっとスッキリしましたね。だからちょうどムービーの時代、ハイラル建国の時代は、まだ双子山を割れてなかったってことだよね。めっちゃ風強くなってきた。あ、ちょうど来たんだ。おじいちゃん、ちょうど来たよ。おじいちゃん、今ちょうど来たけど。ということらしいので、お茶をした場所があそこだっていう、より確信得られる、証拠になったね、一つね。ということで、じゃあ次行きましょうか。次はですね、12番、そして13番の場所なんですけども、その場所が、ここですね、忘れ去られた神殿の中、ここの採用にある、巨大な女神像、裏の部屋なんだけど、ブレワイどうだったっけ？行ってみようか。そうで、ティアキンだとこの裏から入ることができるんだけど、おっと待てよ。うわ、いけないか、これ。岩があって入れなくなってるんだ。よいしょ。おー、コログいる。奥ありそうな感じだけど、この岩があるせいで、奥には行けなくなってるっていう感じかな。なあ、コログ。またね。それで言うと、この女神像を正面から見て左側も、ひどく岩で覆われちゃってるというか、もう壁が見えなくなっちゃってるよね、こっちも。右側から見ても、ダメだね。そしたらですね、一応、以上で、前回のその動画の時に、聖地巡礼として回った場所は以上になります。ブレワイだとちょっとね、見れなかったりする場所もありましたが、最後に、せっかくのね、ブレワイでの聖地巡礼なんで、新エンディングあるじゃないですか。最後、平和になったハイラルの地で、リンクとゼルダが訪れてたあの場所、姫静香がもうバーって咲いてある場所、あそこ僕まだ見に行ってないと思うんだよね、多分ブレワイで。ちょっとそこ探してみようか。で、一応画像だとこれかな？これがヒントになりそうかな。結構。で、ハイラル城が真ん中にあって、奥にバメドウが見えるよね。で、右側にはめちゃくちゃでかい桜。これ確か、この辺りだっけ？どっかにあったよね。だからマップで言うと東側なのかな？全然思い当たる場所がないんだけど、ラネール大地とか、この辺りってどんな感じだったっけ？ちょっと一瞬行ってみるか。この辺かな？どうだろう。かかりこ村の近くだったんかな？やべえ、ゾナウギアめっちゃ欲しい。あ、待って。あれある。あれ映像に映ってるよね。あ、じゃあ待って、この辺じゃない？ここだ。あった。多分ここだと思う。うわ、しかも馬もいるじゃん。お前、絶対出てきちゃダメだよ、こんなところに。ちょっと待てよ。ゼルダの横顔のシーンがあるんだけど、その時に、はい。あれだ。あの山映ってるね。あ、これじゃない？こうじゃない？誰もう、絶対に、ここにいちゃいけない、君たちは。いや、そうだね。これ、景色的な、こんな感じだね。今はリンクだけど、ここにゼルダがいる感じ。でもね、カメラの焦点距離が結構グッっていう感じなんで、もしかしたらもっとこっちかもしんないね。このぐらいちょっと遠い可能性も全然ある。ちょっと待って、天気悪い。やばい、こんな肝とか置いてる場合じゃないって。まあでも、そうだね。ちょっと、正確な位置はこの辺りじゃないかもしんないけど、ここだよね。場所的には。ここで二人でハイラルを眺めた後に、ゼルダがちょっと歩き出すよね。あ、ここだ。ここ歩いてる。ここだよ。ゼルダが歩いた道。ここ歩きました、ゼルダは。で、この辺りだね。ちょっと奥には馬がいる。ちょっと今は、あっちに行っちゃったけど。だって誰？ちょっとロバ貸してくんない？ロバそこにいてくんない？一回。君誰？カンボ？ロバくんよく働いてくれたから、美味しい野菜をあげようね。あ、お客さんにはもちろん金をいただいてお譲りしてますけど、もしかしてロバくんの荷物が気になってる？だったらちょっと見ていけば。あ、売ってんのこの人。あ、そうなんだ。いや、もうどうでもいい、こんなの。そうだね。あそこの奥には、馬が2頭ぐらい映ってて、で、ゼルダがこうしてる。で、止まって。2個。で、カメラがグーってこうなって、で、めっちゃ鼻、静か。姫静か。だからこんな感じか。こんな感じで姫静かが多分いっぱい置いてあるって感じかな。いやー、ということで、最後ちょっと番外編でしたけども、ブレワイでもね、竜の涙の聖地、ちょっと回ってみました。ただね、冒頭にも言いましたが、ほとんどは、今ではね、見ることができない。もうすでに崩れてしまった。また誰が来たよ、もう誰？めっちゃ来るやん、この道。今ではね、見れなくなってしまった建物だったりっていうのが、が結構多かったのでね、いけるところだとこんな感じって感じかな。というわけで、ここまでご視聴いただきありがとうございました。そしてたくさんのコメントでね、いろいろ教えてくださった方も本当にありがとうございました。最後に良ければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。また次回の動画を見てください。バイバイ。